カシウスの脳は摘出された。彼自身に起きた変化と青い髪の少女の情報を得るために、カシウスは空での生活が月の民に与える影響を見るためのサンプルだったんだ。あんまりだ。耐えられない。誰か、助けてくれ。助け出す。あいつこんなとこに。バザラが何黄昏れてんの？遠足が待ちきれなくてな。遠足って、焦って現地で迷子にならないように。心配するな。引率に従わねばどうなるか身に染みて分かっている。皆が揃ってこちらに戻れるよう、俺はお前たちと共に全力を尽くす。そのつもりだ。そっか、バザラガも成長したじゃん。おかげさまでな。お前がこうしてわざわざ月見に付き合ってくれるありがたさも実感できている。いやいや、私は別にあんたと一緒に月が見たかったわけじゃないよ。違うのか？違います。マキラちゃんが呼んでたよ。バザラガの新しい鎧ができたって。研究に使われるものか。予定より随分早くできたな。朝から晩までずっとあの山のような資料とにらめっこしてたもんな。いや、ほんと頭が下がるわ。彼らの努力を無にしないためにも、次は俺たちが頑張る番だ。だねって言いたいとこではあるんだけどさ。大丈夫？こんなところで一人黄昏れて、なんか悩みでもありそうだけど。実を言えば多少の懸念はある。グロウノスと意思疎通できる気がしなくてな。多少の懸念じゃないでしょう。それ、鬼神使って月に乗り込むのに必要なんでしょ？精神の共鳴だかってのが。まあ、私も共鳴が何なのかよく分かってないけどさ。ベアトリクスとエムブラスクのような関係を指しているのだろうか。なんだろう、相棒的な。少なくとも俺とグロウノスは違う。俺にとってはあくまで獲物であり、これにとって俺は振るわれる手段だ。まあ、グロウノスに飲み込まれて大暴走しちゃったわけだし、素直に相棒なんて呼べないか。そういうことだ。でもでも、そこんとこもしかしたらどうにかなるかもしれないって。ん？
マキラちゃんとこ行くよ。バサラガ君、夜分にお呼び立てしてごめんなさい。いや、むしろ俺が謝らねばならん。夜に至るまでの作業を強いてしまいすまない。いえいえ、その甲斐あって新しい鎧は結構素敵に仕上がったもので。ほう、うわ、かっこいいじゃん。ああ、私も早く鎧欲しいな。ゼタ君のももう少しで出来上がるのでお待ちください。ああ、ごめんごめん、急かしたわけじゃないから気長に待つよ。おふん。お、皆さん、博士から説明があるそうです。どうぞ、ヤシナに。この鎧はですが、鬼神の部品をベースに新たに生成した合金を加え作成いたしました。装甲の強度は鬼神のごとくにもかかわらず、軽量で可動域も広い。ではまさに傑作と言えるでしょうな。現時点で超高性能、しかしさらなる強化の可能性も残しております。ともあれ、早速着用を。ああ、頼む。うん、重装甲だが体を動かすのにまるで支障がない。不思議なものだな。グローノスを持ってみていかがですか、バサラガ君。以前よりも馴染む感じがあるな。ゼタ君から聞いたんです。グローノスによるバサラガ君の暴走と、ゼタ君がそれを止めた顛末を。ゼタ君がアルベスを返してバサラガ君に語りかけ、バサラガ君は自我を取り戻したと。おそらく契約者さんの思いが封印武器を通して共鳴した結果ではないかと。はい。そこでゼタ君や博士たちの協力のもと調査させていただいたんです。おふん。そうですね、博士からお話をしていただきましょうか。どうぞ、ヨシナに。調査の結果、我々は契約者と封印武器が共鳴した際に発する未知なる波長の存在に気づいたのです。してその未知なる波長とは何ぞやというところでありますが。そのつまりどういうこと？ですね、力を解放後、グローノスがバサラガ君を支配しようと干渉を始めた時、それを遮断するような仕組みを取り入れさせていただいたんです。まだ半熟の段階ではありますが。この鎧があれば暴走のリスクを犯さず全力で戦えるということか。はい、理論上はそうです。ですが、先ほどもお伝えした通り、まだ半熟の段階で、今後の作り込みのためにも、まずは一度この場でグローノスの力を最大限に使ってみてもらいたいのです。何その煮え切らない返事。万が一ということもある。私が止めればいいんでしょ。任せときなさいよ。そうだな、頼んだぞゼータ。私はいつでもいいよ。
何かあったらすぐ止めてあげる。わかった、行くぞ。しましたが、遮断に成功したようですね。やったね、バザラガ。これで思う存分暴れられるじゃん。ああ、こいつは助かる。ああ、アルメイダ君、そんなとこにいたのですか。気になって。アルメイダ、どうしたの。実はこの鎧を作るのにアルメイダ君も協力してくれてたのです。え、そうなの。なんで黙ってんの、そんな大事なことを。あんまり大きな顔するの得意じゃないからさ。あたいもまたお前に助けられたか。礼を言わせてくれ。お安い御用で。バザラガ、あんた世話になってんだから食事でもご馳走したら。ああ、すべて片付いたらこの場の皆におごるくらいはしよう。は？いや、ここはみんなじゃなくて。いいと思うよ、あたいは。みんな頑張ったし、あたいも少し出すからさ。バザラが違うだろう。あと、そのバザラガ様、お礼ついでに一個。バザラガ様の鎧に使った材料、端材を少しもらってってもいいかい。余っているのだろう。俺は構わんが。はい、アルメイダ君が見繕ってた材料なら私も大丈夫です。ありがとう、バザラガ様。マキアもどうしても試してみたいことがあって。博士、どうかしましたか。確かにグロウノスの干渉を遮断することには成功した。じゃがの、その反動か想定していた敷地には遠く及ばずじゃった。やはり半熟でしたか。敷地って何。いい質問だ。敷地とは感覚や反応、興奮を。ちょっと待った。簡単にお願い。そうですね、想定していたよりも共鳴の力が弱かったと考えていただければ。ですが、もともと理論上の話でしたし、どのような深さで共鳴すれば想定の敷地を超えられるか未知数です。宇宙に寄進を送るためにも、もう少しデータ収集にご協力を。どうぞ、ヨシナに。了解した。この手配書、まだ残っていたか。
前たち、なぜ隠れて俺を狙う？俺にかけられた賞金はすでに取り下げられたはずだ。懸賞金が取り下げられたことは知ってるよ。だが、あんたには山ほど借りがあるからね。このままじゃ終われないのさ。今日こそ必ず、あんたをやってやる！じゃなきゃ、何度も返り討ちにされた、腰抜けの気空弾だという汚名を注げないんだ！もはや引く気もないか。当たり前だ！どっちか死ぬまで終わるつもりはない！そうか。互いに命を懸けずに済めばと思ってのことだったが、大政弾を受ければさすがにひとたまりもあるまい。グローノスが暴走しかねん。その時俺が抑えきれるかどうか、思わぬところで正念場だな。覚悟しやがれ。この大政弾でその真新しい鎧にどでかい穴を開けてやら。ぬっ、死ね。申し分ない。ならば次は突きやり。だあ、おらよ。はあ、はが、か、かけただと。頑丈にできている。おかげでグローノスは警戒すらしていない。さて次はこのままで終わらせるか。総員構え。大政弾か。さすがにこいつを食らうわけにはいかん。さあ来い。撃て。じゃねえか。安心しろ、命までは刈り取らん。まだだ。遮断の力が強いのか、それともグローノスとのつながりが不十分だということか。まあいい、直撃しなければどうということはない。これ以上はやめておけ。汚名返上の手段は他にあっても、お前たちの命に代えはない。
無念。あちらを立てればこちらが立たずか。マキラたちの研究が進んで改善する可能性はゼロではないだろう。だが俺にもできることはある。どうにかしてこいつと仲良くなる手を探すとするか。ベアトリクスのように武器と通じ合うか。グローノス、お前にその気はあるか。これで答えれば苦労はないな。さてどうしたものか。騒ぎかと思えばマナリアの学生たちか。バザラガ様、また妙な組み合わせだな。走るとはよく言ったものだ。バザラガ様、どうしてくれ。お前たち、怪我は？ふぅ。おい、タイガー、リンタロー、大丈夫か？いりりりりり、なんとか生きてるっすよ。あっぶねえ、あやく。空の底に落っこちるとこだったべ。ねえバザラグ様、こっちで銃声が聞こえたんだけど大丈夫だった？もう片付いた、心配いらん。あの銃声からして相手はかなりの数だったはず。それを一人で全殺しとか、マジしびれるぜ。で、そのバザラガさん、その生かした鎧の着心地どんな感じっすか？ああ、性能は申し分ない。満足している。わっほー、満足だってよアルメイダさん。なんだよタイガ、ニヤニヤしちゃってさ。別に。アルサラブに続きこの鎧までも
お前にはまた世話になったな。ありがとう。ああ、いや、そんな改まって言われると、ほんと照れくさくってさ。おそらくはデータ収集後、また世話になるだろう。引き続きよろしく頼む。うん、もちろん。なんか、順調っていいっすね。な、な。ちげってえけど、そこがまたたまんねえべ。じゃれ合ってねえでビッとしろこら。マキラ邸が完成するまだ気張っとけって言ったろうが。いっす。バザラガさん、あとは俺らに任せてアルメイダさんと拠点に戻って休んでください。そそんな気を使うなってば。あ、いや、翼くんそこんとこ疎いんで何も考えてないっすよ。休むまでもない。連中の仲間が残っていないか地形の確認ついでに見回るところだ。じゃあついてってもいいっすか。相手は俺の命を狙っている。お前たちにも危険が及ぶぞ。実は俺らバザラガさんをリスペクトしてんす。だもんで、紹介っつうんすか、バザラガさんがどうやって地形を見て回るのか知りたくて、この機会に学ばせてもらってもいいすか。何か妙な気配を感じたらすぐに知らせろ。へへ、今日はこんなところか。そろそろ拠点に戻るか。こんぐらいで音を上げるほどやわじゃねえっすよ。どうかなんとか言ってよ。足プルプルしてんべ。うっせこら。とはいえまあ、今日はよーく走ったな。我が子をめでる親のように随分と優しい目をするものだ。うん、意外かい、バザラガ様。ああ、荒くれた装いと振る舞いからは想像もできん。はあ、バザラガさんの格好だって人のこと言えねえと思いますけど。ふん、異論はない。翼、バザラガ様はな、見た目と違って普段からすっごく優しいんだぞ。ちょっとアルメイダさん、見た目と違ってってディスってるように聞こえるっすよ。あ、ない、それは絶対にない。へへへ、慌てるアルメイダさん、女子感マシマシでかわいい。だからその顔やめろってば。まあ、我が子ってのもあながち間違いじゃねえっつうか、単車は俺の相棒っすから。こいつが今どんな調子なのか逐一気にかけてやんねえと。相棒か。あ、わかります。バザラガさんもグローノスって相棒がいますもんね。長い付き合いだが、なかなかに気難しくてな。いつ機嫌を損ねるか今でもわからん。ああ、それマジ同感っすわ。なんかあるとこいつもすぐへそ曲げるんすよ。油刺してギア交換して車輪いじって、火の入れ方変えてもダメで。まあ、大抵日が経っちゃ治るんすけどね。なるほど。そうして今の姿になったと。
いやー、一回組んじゃうと捨てらんないっすよ、単車は。だから信じて祈るしかなくて。信じるか。そのジャジャ馬を平気で目いっぱい飛ばすのも信じてこそだな。ああ普段はあんな暴れ方しねえんすけど、今回は特別っつうか。実は今日単車に手入れたんす。したらタービンリアクターからビビるくれえの炎が吹き上がるわ。パナイ推進力が出るわの大騒ぎ。だから飛ばしすぎたタイガたちは無様にこけたんす。ズコーってな。うせえ。あ、翼くん、パーツのお礼。あ、そうだったな。大事なことだってのにうっかりしてたぜ。バザラガさん、アドストッツ。突然どうした？実はケッタギアの改造にその鎧の端材を使わせてもらったんだ。そういうことか。ありがとうバザラガ様。マキアも。どうしても試してみたいことがあって。その鎧をもっと良くするために材料の摩耗とか耐熱とか見たくて、ケッタギアが結構うってつけてさ。この短期間でよく使いこなせたものだ。いやマジで未知のパーツすぎて手に負えなかったんすけど、アルメイダさんが職人の知恵袋でビシッと解決っすよ。ほんとマジ感謝っすわ。これで鬼神の素材の使い方がまた一つ分かると思えばね。それに今回の作戦のこと、翼たちもいろいろ考えてたみたいでさ。まあ俺らみてえなもんが役に立てっか分かんねえけど、いても立ってもいらんなくてさ。俺の鎧もお前たちのケッタギアもまだまだ試運転の途中か。でもまあ駆動音やタービンリアクターの温度からだいたい感触はつかめたって感じっす。さすがは相棒と呼ぶだけあるな。翼くんはその相棒をさらに愛で包み込んじゃってるっすよね。もう彼女っすよ、彼女。そうそう、やっぱよ、すべては愛だべ、愛ね、アルメイダさん。ちょ、急に踏んないでってば。俺たもんにゃ命を懸けるのが職人とかなんとか言ってましたもん。いや名言だぜこりゃよ。アルメイダのその心意気、まさに職人の矜持だ。この鎧に込められたお前の思い、しかと受け取ったぞ。愛か。あれ？もしかしてバザラガさんも愛にお目覚め？いや、それはなかなか難しい。これまで以上にクローノスと深くつながらなきゃいけないんだよね。やっぱり危険なのかな。でも相棒だろ？グローノスを信じりゃ。いや、こいつはあくまで俺の獲物だ。相棒だと考えたことは一度もない。むしろ俺を飲み込み暴走する厄介な奴とでも言おうか。暴走の果て、己の未熟さを痛感し、グローノスを憎んだこともあった。
バザラガ様。だがもう大丈夫だ。今は一人で悶々と悩むほど孤独ではないからな。組織の仲間やお前たちもいる。それに今日はいい話を聞けた。いい話？グロウノスと共鳴するにはまず俺自身が考えを改めねばならん。そう気づかせてもらった。愛とはいかんが、せめて理解ぐらいは示そうじゃないか。